皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日は自宅開業は何が魅力的、開業届は必要なのっていうテーマについてお話をしたいと思います。自宅開業というのはここ数年非常に流行っておりまして、普通に会社員として働く、パートとしてどこかに所属して働くっていう働き方以外にもですね、ご自身のご自宅を使って教室をしたいっていう方も非常に増えています。じゃあその魅力っていうのは一体何なのか、全てがいいことばかりではありません。当然会社に守られていた部分は守られなくなりますし、会社が宣伝してくれていたことは自分で宣伝しなくてはいけないので、そういったメリットともちろんデメリットはありますけれども、そのデメリットをしてでもやはり自分がやりたいことをできる、あと時間の自由が利くっていうところにおいては、非常に主婦、子育てをしている方においてはいい選択肢なんじゃないのかなと思うので、そのあたりを中心にちょっとお話をしてみたいと思います。まず自宅開業のメリットの一つ目がですね、時間を有効に使えるっていうことがあります。これが多分一番やりたい方が多い内容なんじゃないかなと思うんですけれども、会社に行く、どこかにパートに行く、ものすごく近所だったりする場合には、あれなんですけれども、30分やはり1時間かけて通うということを考えると往復で2時間になりますよね。で、それもきっちりその時間に行かないと仕事をやったこととして認められないので、そのスケジューリングっていうのが結構大変になってきます。ただ自宅であれば、例えばその、教室の準備とかレシピ作成の、合間に例えば家事をやったり、洗濯やったり、家の掃除やったり、子供の面倒を見たりっていうこともできるので、いろんなことが重ねて処理していくことができるので、時間を非常に有効に使うっていうことができるのが大きなメリットになるんじゃないかなというふうに思います。なので例えば子育てとか自宅での時間の使い方、ここを優先したい方には非常に向いているのが自宅開業なのかなというふうに思います。あとですね、2つ目はランニングコストがかからないということですね。物件を借りて教室を開業しようとするとですね、当然ですけれども家賃の他にですね、電話回線、光熱費とか、いろんなそういうランニングコストがかかってきます。これが案外見過ごされがちで、外にパッと借りてしまう方とかもいらっしゃるんですけれども、自宅であればここは出費として抑えることもできますし、きちんとですね、その自宅の中の、特に賃貸とかの場合には何分の1を教室に使ってるっていうのが分かっていれば、そちらの方を経費計上することもできますし、光熱費とかそれも安分っていうか、どれぐらい自宅の方とあとはお仕事で使っているのかっていうのが分かると、その差を経費として計上することができます。ですので、節税対策っていうことも含めた状態ですね。ですね、私自分自身でパンをやってた時に、外に下地を借りたい時にいくらぐらいの、月商があったら借りれるのかなっていうのを計算したことがあったんですけれども、月商70万とか80万がないと厳しいなっていうのが私のお肌感覚でした。ですので月商30とかレベルでは本来であれば外を借りるべきではないなっていうのは感じているので、自宅でどうしてもやりたいけれども家族の反対がっていう場合には仕方がないんですが、外を借りる場合には最低50万以上の売上高が見込めるような仕事ができるっていう状態になってから外を借りた方が安全ですねっていう感覚はあるので、一つ覚えておいていただければと思います。あとですね、通勤のストレスがないというのも大きなメリットだと思います。朝例えば、家族のための支度をして、さらに出勤をして、で現地で働いて、そしてまた満員電車に揉まれて帰ってくるみたいな形ですと、体力と精神的なストレスが非常に多い部分になりますので、他のことも同時にやらなくてはいけないということを考えた場合には、通勤がないだけでもかなり、時間の節約と、精神的なストレスが軽減されるので、女性の、一つの生き方として自宅開業というのは非常におすすめかなというふうに思います。で、自宅開業をする場合においてですね、開業届の話とかよく聞かれるんですけれども、基本的には課税所得がなければ、開業してるって体にしなくてももちろん全然構わないですし、開業届を出してしまえば税金
というか、なかったとしても申告しなくてはいけないので手間が増えるからっていうことをしない方とかもいらっしゃるんですけれども、まあしっかりもしも稼ごう、きちんと仕事としてやっていこうと思うのであれば、生徒が集まってないとか儲かってないとかは別として、けじめとして開業届はやはり出した方がいいんじゃないのかなっていうのは私の個人的な感覚です。私は、初年度からですね、開業届はもちろん出してますけれども、税理士さんですね、顧問税理士さんも初年度からつけてます。それは将来的にもちろん大きくしていくイメージがもともとあったのと、いろんな税金系の相談というのはやはり専門家でないと経費の仕分けが難しいところがあるんですね。なので本当は経費計上できるのに自分の判断で経費計上しなかったら、そこは少し損になりますよね。ですからこれはどうですか、大丈夫ですかっていうのも知りたかったのと、じゃあどういう形で出していくのが一番いいのかっていうことで、やはり税金のプロフェッショナルが税理士さんになりますので、初年度からね無理につける必要はないです。月に3万とかの人が税理士さんつけるっていうのはありえないので、それはある程度っていうことになってからで構わないんですけれども、会社で普通にやっていたレベルで私は自宅開業の教室をやりたかったので、初年度から税理士さんをつけるっていう選択肢を取ってやったりとかしていました。なので税理士さんはつけなくてもいいんですけども、開業届はやはりきちんとけじめとして出された方が結果としてきちんと儲かる教室運営できている先生が多いので、ぜひこちらもご一行いただければというふうに思います。それでは。